モデルプレスイコール2024年6月9日、女優の吉高由里子が主演を務める NHK 大河ドラマ、光る君へ、総合テレビ、毎週日曜午後8時、BS、BSP4K、毎週日曜午後6時、BSP4K、毎週日曜午後0時15分、の第23話が9日に放送される。写真、吉高由里子エモトタスク、ゼメの濃厚ラブシーン、 吉高由里子主演大河ドラマ、光る君へ、平安時代を舞台に、壮大で聖地な恋愛長編、源氏物語を書き上げた紫式部、真広を吉高が演じ、源氏物語、執筆に欠かせない一人の男性、藤原道長を江本佑が演じる。ドラマでは紫式部が生涯心を寄せ、因に非に影響し合いながら人生をたどる生涯のソウルメイトに、 百本は大石静香が担当する。光る君へ、第23話は荒筋主、効果は三国、安井淳平を殺していないと日本語で主張する諸名、松下洸平に驚く真宙、吉高由里子とため時、岸谷五郎。諸名が連れてきた下人が、三つ正、玉木高正、二種が殺したと言えと脅されていたと証言する。ほどなくして解放された主は、 ためときだけに越前に来た本当の狙いを語り出す。一方で舟明も真宙に自分の過去を語り出す。ある日、信孝、佐々木蔵之介が真宙とため時に会いに越前にやってきて。モデルプレス編集部。